今回は原作改編に原作者が激怒した昭和アニメ5選を解説するぜ。昔からあったんだね。なお改編の内容について解説するためネタバレがあります。避けようがない。最初は1971年の天才バカボンだ。赤塚不二夫さんの代表作の一つのアニメ化だぜ。天才バカボンは原作はぶっ飛んだカオスな内容のギャグ漫画だが、このアニメはほのぼのとした人情話が多くなっている。サザエさんみたいなホームドラマになっているのか。さらに原作では無職のバカボンのパパが、このアニメでは植木屋になっているんだ。改変しすぎでしょ。まあそれが大人としては普通なんだけど。パパを無職から植木屋に原作改変した理由は、脚本家によるとスポンサーから、働かないで生活しているのはおかしい、働いているシーンを見せてほしい、と言われたからだそうだぜ。大人の事情だったのか。だが赤塚不二夫公認サイトでは、パパの仕事はパパであり、収入などは気にしてないと記載されている。私もそんな風に行きたい。この原作改編について赤塚さんは、パパは無職、バガボンド放浪者でないといけないとして、激怒したそうだぜ。バカボンだからバガボンド、さすが先生、うまい。その後2作目のアニメの企画が立ち上がったが、赤塚さんは1作目が原作と別物にされたという理由で反対したんだ。そりゃそうなるよね。そこで原作準拠という意味で元祖天才バカボンというタイトルにして、原作に沿った内容となり、1975年に2作目が放送されたんだぜ。1作目にいなかったうなぎ犬も出ている。こっちは OP がタリラリラーンのコニャニャチワの方だね。反対の賛成なのだ。次は1982年のアサリちゃん。小学生の元気少女のアサリが主人公の日常ギャグアニメだ。仲の悪いお姉ちゃんもいるし、ちびまる子ちゃんっぽいね。原作はアサリちゃんの方が8年先だけど、このアニメは放送が始まると大量のアニオリキャラを出したり、話の構成を変えるなど、原作改編が目に余るようになった。それについて原作者がテレビ朝日に抗議したものの、聞き入れてもらえず、逆に作者の熊本弁をからかわれ、話し合いにすらならず、作者はアニメ化なんて二度とごめんだと語ったそうだ。そんなこと今やったら炎上どころの騒ぎじゃないやろ。私は原作をある程度読んでたけど、ちゃんとアニメ化すれば、ちびまる子ちゃん並みの国民的アニメになれる、ポテンシャルはあったと思ったんだけどな。中学受験を目指す姉の畳とか、今の時代でも通用しそうだし。私んちくらいにはなれたかもね。ただこの原作者も2020年9月20日に、健康上の理由で辞職した安倍総理を畳に批判させるツイートをして、キャラクターに作者の主張を代弁させるべきではないと叩かれて、炎上している。でも意地悪キャラの畳がこういうこと言うのって、なんかキャラ崩壊もしているような。次は1982年のアニメ映画ドラえもんのび太の大魔境。のび太たちがアフリカ奥地の犬族の国を冒険する話だ。このチャンネルでドラえもんを扱う日が来るとは。この映画は公開の前年からコロコロに連載された藤子不二雄の漫画が原作なのだが、アニメ版を見た藤子 F 不二雄さんは、作品の出来はいいとしたものの、私の世界を理解していないと評価し、次回のドラえもん映画の監督を今作の西巻秀夫さんから柴山勉さんに交代させたんだ。藤子 F 先生がそんな判断を下していたの。というわけでどの部分が理解していないと藤子 F さんに判断されたのかを考察してみよう。まずできすぎが、地球上に未開拓の場所はないという原作のシーンをアニメはカットしている。あーこれ意外と大きいんじゃない。ドラえもんって優等生へのアンチテーゼがテーマの一つだよね。どこでもドアが使えなくなる理由が、原作は老人に燃やされたからだが、アニメは向こうでワニに壊されたからになっている。これも子供が大人に理不尽な目に遭う、という展開が重要だったのかも。あと原作のジャイアンが4人と仲直りするシーンが、アニメはセリフなしになっている。心の友用のシーンのセリフなしはアウトだったのか。それとのび太が飛剣伝校丸で活躍するシーンが、アニメではのび太よりも犬族の王子の活躍が多く書かれている。主人公の活躍を削ったのはあかんのかな。と目立った違いを挙げたものの、そんなに改変しているわけでもないんだよな。むしろジャイアンが友情を築いた犬族の王子に、別れを告げる兄折は良かった。原作にこれがないのはおかしいと思う。藤子 F 先生的には、とにかく改変があかんのか？もしかすると前後の大長編に比べ、この大魔境が原作から微妙な出来だったので、ついやっちまったのかもしれないな。次の祈願城のバギーちゃんは泣けたもんね。確かにこの5作品の中で、大魔境は語る内容があまりなく感じる。ジャイアンの弱さを書いているのは賛否分かれるかも。あと最後に先取り約束機に頼るオチが若干拍子抜けかな。すぐ道具に頼るのはどうなの？が大魔境のテーマなのに、結局道具に頼るというね。次は1984年のアニメ映画うるせえ奴ら2ビューティフルドリーマー。攻殻機動隊と並ぶ押井守監督の傑作だ。あーこれは有名だね。
ストーリーは惜しい監督のオリジナルなのだが、この作品を見た原作者の高橋留美子さんは、人間性の違いですの一言だけで帰り、惜しいさんは自分の作品じゃないと言われたと感じたそうだ。また DVD のオーディオコメンタリーで惜しいさんは、高橋さんは前作のオンリーユーは好きだが2は今でも一番嫌い、原作者の激凛に触れたと語っているそうだ。これが高橋先生激怒説の根拠か。ただ高橋さんは語り尽くせ熱愛時代という書籍のインタビューで、この作品の評価について詳しく話していて、あれは惜しいさんのうるせえ奴らで私のじゃない、自分は子供向けの作品が好きだが通話内容が難しい。ただ惜しいさんの才能は認めていて、当たればいいと思っていると語ったぜ。難解なループもの SF になっているよね。また2020年のサンデーの対談で、惜しいさんとの不仲説について高橋さんは、否定しているけど、世間的にはその方が面白いから訂正されないんだろうと話しているぜ。仮に起こったとしてもそれで即不仲に、は短絡的すぎる。ファンの間では、この作品で高橋さんが一番認めてないと思われるところは、主人公のアタルが、俺は他の子と同じように、ラムにもきっちり惚れとる、ラム抜きハーレムは肉抜きの牛丼だと明言するところだろうと言われている。あ、惜しい監督、原作の解釈違い。2022年から放送された原作に忠実な新作の最終話では、アタルはラムを意地でも好きと言わず、原作の通り今はの際に言ってやるで締めるが、ビューティフルドリーマーはだいぶ解釈が違うな。他の子と同じように好き、の方も解釈違いかも、広角でも馬頭が少佐を好きだと原作改変したし、惜しいさん。ちなみにビューティフルドリーマーには交通機関を利用しても、同じ駅に戻るだけで街から出られないというシーンがあるが、魔法少女マドカマギカ反落の物語でも街から出られず、さっきと似たバスを出してオマージュであることを示しているぜ。ゼーガペインやグリットマンの街から出られないシーンも同じだし、やはりビューティフルドリーマーは偉大だね。最後は1984年のテレビアニメ北斗の拳だ。核戦争後の世界で剣士が戦うバトルアクションだぜ。あーこれも原作改編で有名やねー。このアニメはジャンプの連載と並行だったため、アニオリ展開で調整することが多く、19話ではなんと人間砲弾という、大砲で打ち上げられた人間が襲ってきたり、いや、その数なら普通に襲った方がええやろ。20話ではなんと列車砲という、憲法と無関係の兵器がなんと政権の流派のように扱われるなどのアニオリがある。原作の世界観や設定、知るかって感じ。やたらアニオリをやる割に、敵のカーネルがかつては国会の忠誠が厚い真面目な軍人だったが、上層部の腐敗に失望して人が変わった過去をやらないといった、原作のカットも見られた。原作をちゃんとやった上でアニオリをやりなさい。こういったアニオリに対し、原作者から原作通りにするようにクレームが来たので、脚本家の上原さんは降りたそうだ。でもなんと人間砲弾となんと列車砲の回を担当した、戸田さんは降りてないという。それ以後は原作に近い内容になったのだが、原作に追いつく問題が生じてしまい、78話から82話までは5週連続総集編になってしまった。うわぁ、これ今やったら春日のエンドレス8に次ぐレベルの炎上になるやん。だが原作改編問題は1986年の劇場版北斗の拳でも再び発生してしまったんだ。またあ、原作はもう死んでいる、あたあ。この劇場版は原作やテレビアニメでソフトに抑えられている、敵が破裂したり輪切りにされたりする描写を、ストレートに書いていてかなりグロいんだ。今見られる配信版は修正があるが、それでもかなりグロい。ハート様の蝶が丸見え、ヒデブ。原作者のブロンソンさんはジャンプの巻末コメントで、絵コンテを見た段階までは期待をしている発言をしていたが、その後は、漫画と映画は別物、映画は別のドラマ、映画は暴力のみを強調しているらしい、残念だと批判に転じてしまったんだ。あの巻末コメントで原作者に批判されまくる劇場版って、ただストーリーはブロンソンさんが担当していて、原作で後付けで黒幕にされたジャギが劇場版では最初から出てきたり、後付けでなんとの賞にされたユリアが最初からそう明言されているなど、原作の突っ込みどころを改善しているぜ。ただ110分でラオウ戦まで行ってるから、時すら出てこないほどの駆け足なのが残念だが、北斗の拳のアニメの新作を作るって言ってたけど、その辺の改善を盛り込むのかもねー。以上、原作改編に原作者が激怒した、昭和アニメ5選を解説したぜ。昭和の頃って原作者の地位が低いね、著作権法は今と同じだろうに。まあ良くも悪くもコンプライアンスが雑な時代だったってことで。その分自由でテレビも面白かったけど、この動画が良かったらチャンネル登録や高評価お願いします。雑な割に不自由なチャンネルだけどよろしく。それではまた次の動画で、サブチャンネルもよろしくお願いします。